おはようございます。 Good morning。 ご機嫌いかがでしょうか。今日もバイブルからの宝石の言葉をあなたにプレゼントします。神は土地の塵で人を形作り、その花に命の息吹を吹き込まれた。なんとすごい言葉でしょうか。土地の塵、すなわちアダマから人、アダムを創造された。その花に神は命の息吹を吹き込まれた。今日あなたが息動き存在できるのも、また私たちの周りにこの空気があるのも、天地万物を創造した命の源である神のおかげです。私たちはこの方によって生きる動き存在しています。その命の源である存在がこの地上に来てくださって、本来の神の姿を見失っている私たちにもう一度その姿を取り戻させてくださるために十字架にかかり死んでよみがえってくださいました。今日この方があなたの心の扉を叩いています。この方に心を開き、空気を呼吸するようにそのスピリットを呼吸しながら、素晴らしい一日を、愛されて一日を体験してください。Have a good day!